こんにちは、ともえです。今日はビジネス英語の勉強は必要なし、外資系役員、弁護士、医師へ英語指導をしてきたプロの告白ということでお送りしていきます。今までですね、外資系役員の方だったりだとか、弁護士の方、まあ、医師の方、あとは IT 関連の方、まあ、工場で勤務の方とか、まあ、いろんな方がいるんですけど、まあ、いろいろな方にですね、仕事で英語が必要だということで英語の指導をしてきました。それで指導の過程で思ったのが、皆さんですね、ビジネス英語の勉強っていうのを勘違いしてる人が実は多かったんですね。まあ、例えば、ビジネス英語の教材って売られてると思うんですけど、まあ、そういうのを極めたらですね、もうビジネス英語をマスターできるとか、あとまあ、そのスクールとかですね、行くと、なんかこう、ビジネス英語コースみたいな感じがあると思うんですけど、まあ、ああいうのに通って、まあ、ビジネスでよく使う表現を覚えれば、なんかこう、ビジネス英語ができるんじゃないかとか、実はそうではないんですね。なので今回は私がですね、ビジネス英語を、まあ、たくさん指導してきて見えてきた、まあ、ビジネス英語を攻略する本質、まあ、その攻略するための4原則っていう形で、まあ、お伝えできればなと思っています。で、この考え方は日常英会話攻略にも使える部分もあるので、まあ、しっかりですね、楽しみながら聞いてください。一つ目の原則が、自分の業界に必要な英語スキルと自分の業界に必要な専門用語、これを磨けってことですね。で、これはどういうことかっていうと、ビジネス英語っていうと、なんかこう、ビジネス英語っていうカテゴライズされてるところの、まあ、教材とかをやったりすればマスターできるっていうふうに考えてるんですけど、それはもう全くの間違いです。なぜかというと、ビジネスって、その業界によって使われる英語スキルも違ってくるし、当然使われる専門用語も違ってくるんですよね。だからそのビジネス英語っていうざっくりとしたカテゴリーで、なんかそのビジネス英語の教材だけ極めれば OK とか、そういったことはありえないわけなんですね。まあ、じゃあですね、ビジネス英語の教材をやるのが全く意味がないのかっていうと、別にそういうことはないです。なぜかというと、まあ、どの業界でも使われるですね、まあ、用語とかっていうのもありますし、仕事でよく使われる用語とか、まあ、あとはその丁寧な表現をどうやって、じゃあ丁寧な表現どうやってしていくかみたいなところも学べるので、別に意味がないわけじゃないので、別にやるなとは言ってないんですけど、それだけじゃ全然ダメだよってことですね。で、その業界によって必要な英語スキルが変わってくるっていう例なんですけれども、まあ、僕の教えた人の中にですね、国際金融関連で働かれている人がいたんですけれども、その方の場合は確か英語の読解だけが必要で、要は英語の文章を読む必要があったんですね、仕事を通して。で、ただその英会話をする必要があるかっていうと、英会話は必要なかったんですね。ってことは、その人は文章の読解さえできれば、別に英会話ってさほどできなくてもいいわけですよ。逆にその外資系の役員の方に教えていた時っていうのは、例えばですね、まあ、商談とか交渉とかっていうのを英語でする必要があるんですね。で、だから当然スピーキング、リスニングが重視になってきますし、まあ、だから当然まあ、リーディングとライティングもちろん使わないことはないんで、それももちろんやる必要はあるんですけども、まあ、そんな感じでですね、何ですか、業界とか、あとそのポジションですよね。その人の仕事のポジションとかによって、必要な英語スキルっていうのは変わってくるっていうことですね。まあ、必要なスキルが変わってくるというだけではなくて、4技能ですね、まあ、全てですね、勉強しなきゃいけない人も多いと思うので、まあ、その場合はですね、まあ、重点的に学習するスキルが変わってくるということですね。で、当然ですね、専門用語も変わってきます、業界によって。例えばプログラマーの方が学ぶべき専門用語と、じゃあ弁護士の方がですね、学ぶべき専門用語って違うわけですよね。だから自分に関わる専門用語っていうのを中心に学習していく必要があります。自分の仕事に出てくる専門用語ってことですね。2つ目の原則が、実践の中で身につけろです。で、これビジネス英語って結構ですね、実践の中でもうある程度基礎力がある人であれば、あとはもうほとんどもう専門用語をですね、もう何て言うんですか、仕事で必要な専門用語っていうのをただ単純に使えるようにしていけばいいだけってことが多いんですよね。だからそうするとどうなるかっていうと、もう別に特に何も対策をしなかったとしても、もう仕事の中で出てきたのをその都度ですね、しっかり確認していれば、まあ、それでですね、まあ、どんどんその仕事で使う用語っていうのを覚えてきて、まあ、ビジネスでも別に仕事でも支障なくできるようになることが多いんですね。ただ中にはですね、まあ、事前にですね、実践の中で身につけるだけじゃなくて、事前にまあ勉強しておく必要があるよっていう人もいるかもしれないので、まあ、その場合はですね、まあ、例えばその仕事の資料とかあれば、それをですね、しっかりと読み込んでいったりだとか、まあ、そういったところでしっかり専門用語を確認していくっていうところも結構重要なんですけど、まあ、そういうのもないっていう場合は、もう例えばですね、自分の業界に関わる本を英語で読むとかもすごくいいです。例えば、プログラマーだったらプログラミングの本を読むとかね、まあ、それ英語で読む必要はありますけど、まあ、そんな感じで専門用語っていうのはどんどん事前に準備しておく、対策しておくっていう手段もあります。ビジネス英語攻略3つ目の原則が、日常英会話の攻略をまずしろ、これですね。で、ビジネス英語でよく言われるのが、要はビジネス英語っていうのは専門用語で会話をしてるだけだと。だから日常会話より簡単だと。なぜかというと、日常会話っていうのはいろんな雑談があって、いろんなところにトピックが飛ぶから、まあ、ビジネス英語の方が専門用語だけできるから、実は私は日常会話はできないんですけど、ビジネス英語はまあなんとなくだったらできますみたいな人はいます。
だからそう考えるとなんかですねもうビジネス英語だけできればいいやみたいな感じになりがちなんですけど、それはですねちょっと違うんですね。まあ確かにですねビジネス英語っていうのは使われる専門用語とかも決まってくるので、まあなんとなくですねその専門用語だけでやり取りしていればなんとなくこう仕事が伝わったりとかっていうのはできますけど、やはりその細かい部分とか詳細の部分で日常英会話のスキルっていうのはベースにないと伝えられないことっていうのは増えてきます。なのでこれはですね、まあ、業種とかポジションによっても変わってくるとは思うんですけど、しっかり細かいところを伝えてやっていかなきゃいけないというような仕事の場合は、しっかり日常英会話のベースがないと、しっかり相手に自分の言いたいことを伝えるとか、相手の言っていることをしっかり正確に把握するとか、そのなんか詳しいことを説明された時にですね、まあ、そういうのは結構難しくなるので、しっかりとですねそういうの日常英会話のベースっていうのを持つようにしてください。であとですね、仕事とかビジネスっていうのは人間関係で成り立っているところがあるので、例えばですねランチタイムでそう雑談ができるとか、あとはその仕事関係の人と、まあ、取引先の相手の人と仕事の会話だけじゃなくてしっかり雑談もできるとかっていうところをしていた方がそのメリットがあるというか、しっかり人間関係が構築できて結果的に仕事がうまくいくっていうケースがすごく多いんですね。だからこれに関してはもちろん仕事にはよると思うんですけど、日常英会話のベースが必要になってくるケースっていうのがほとんどというか、まあ、かなり多いってことですね。4つ目の原則が要点を明確にしろ、これですね。よくですねこうビジネス英語の相談を受けていると、なんかこう自分の言いたいことが相手に伝わらないということが多いんですね。でこれってかなりビジネスのというか、まあ、仕事ではかなりこれって問題で、仕事の会話って必ずゴールがあるんですよね。雑談と違って、雑談は単純に会話を楽しむだけってこともありますけど、例えばビジネス上の会話っていうのは相手に仕事を依頼するとか何か指示出しをするとか、まあ、そういった感じで必ずゴールがあるんですね。だから自分の言いたいことが相手に伝わらないっていう状態が出てきてしまうと、やはり仕事に支障が出てくるんですね。なぜかというと、自分の言いたいことが相手に伝わらないと、要は相手は自分が何をしたらいいかわからないしってことで、要は仕事上何をしたらいいかわからないからですね。相手がこちらに主張として何が言いたいのかもわからなかったら、要は相手から話しかけられても意味がないですよね。それでじゃあですね、相手に自分の言いたいことが理解してもらえないこの原因は何なのかっていうと、それがですね結論が曖昧だからなんですね。結論が曖昧だと、なんかですね、いろいろ説明されたとしても、結局何が言いたいのってなっちゃうので、結論をしっかり明確にするってことが重要なんですね。で、結論を明確にするには、結論から先に言うってことです。結論から先に言って、後で説明を加えるみたいな感じですね。例えばあなたが何か議論をしてたとして、その意見に対して賛成なのであれば、まず結論として私は賛成ですって言うんですよ。 I agree with you みたいな感じですね、みたいな感じでまずはこう賛成ですって言った後に、その後に because って言って説明を始めるんですね。だから結論を先に言って説明を後でするっていうスタイルを取れば、その後の説明がですね多少分かりにくかったとしても、結論としてはその人が何を意味してるのかっていうのは分かるので、仕事的にはそれがすごくやりやすいんですよね。ただまあですね、その結論から先に言ってっていうことをしない方がいいシチュエーションもあるので、それに関しては状況によってまあ使い分けていただければなと思います。今日の話は以上になります。で下の概要欄に、まあ、日常会話ビジネス限らずですね英会話力アップに関連する、まあ、動画っていうのを貼っておくので、まあ、それもですね興味があれば見てください。で今回の話がですね役に立ったと思ったらグッドボタンを押していただいて、まあ、今後もですね有益な情報をたくさん配信していくので、チャンネル登録の方もお願いします。で本気で英語を聞けて話せるようになりたい人向けにですね、僕の公式 LINE で、まあ、無料の英会話講義っていうのを配信しているので、まあ、本気でですね英語を聞けて話せるようになりたい場合はですね、下の概要欄から、まあ、僕の公式 LINE に登録してその無料講義っていうのを受け取ってください。 Twitter やインスタでもまた別の違った角度から英語学習に役立つ情報を配信しているので、それもですね興味があれば見てください。それでは今日の話は終わりなので、ありがとうございました。